キムチチゲキムチチゲは韓国で広く食べられている辛口の鍋料理、スープ料理である。その名の通り白菜キムチが味の主体で具には肉類、または魚介類、野菜、豆腐などが使われる。キムチと肉類を炒め、そこに肉などで取っただし汁を注ぐ。塩、醤油、おろしニンニク、唐辛子粉などで味を調え、ネギ、 白菜などの野菜や豆腐といった具を加えて煮る。非常に一般的な料理で、店や家庭によって、調理法や具材は多彩である。使用するキムチは、発酵が進んで酸味が強くなったものでないと、特有の味が出ないとされている。イノシン酸を多く含むイリコや、塩辛などと一緒に炒めると、キムチの成分と反応してより旨味が出る。肉は、コクのある。 豚バラ肉などを使うことが多い。肉以外では缶詰のツナがよく使われ、チャムチキムチチゲ、あるいは単にチャムチチゲなどと呼ばれる。一般にご飯のおかずとして他のパンチャン類と共に共することが多い。食堂などでは一人前から注文することが普通で、トゥッペンギと呼ばれる小さな鍋で出てくる。もちろん複数人数で鍋を囲んでつつくこともある。 日本では一般的にはキムチ鍋と呼ばれている。日本で紹介されるレシピではキムチと肉を炒めるものが少なく最初から煮込むものが多い。また、コクを出すためか辛さを抑えるためか味噌を少量加えるものがある。また、日本ではこのキムチチゲを指してチゲ鍋と呼ばれることがある。しかし、韓国語でチゲは鍋を意味する。つまり、チゲ鍋は なべなべということになってしまうので注意が必要である。ありがとうございます。